はいみなさん、こんばんは。ワイバイラボのワイオノです。さて、今回のゲームはこちら、えー、恐怖の、あ、恐怖のじゃない、恐怖。美術館からの脱出、プレイルームというね、ゲーム、ホラーゲームになるのかな。こちらをプレイしていきます。まあ、タイトル通りね、美術館から脱出をね、目指すゲームみたいです。では早速ね、やっていきましょう。さあ、始まりました。えー、教師。 今日は野外彫刻のスケッチです。お、スケッチかにゃん。あんまり得意じゃないですね。私、スケッチはね。1時間後に書いた絵を持って、ここに集合ね。1時間か。まあ、授業っぽいですね。1時間で書いてこいっていうのはねえ。今日は私が通っている女子校の美術の課外授業で西尾美術館ってところまで来た。 課外授業いいですよね。その、普段ね、教室でやってるところからね、離れて、外でね、授業する課外授業いいですよね。ワクワクしますよね。私も好きでしたね。課外授業。絵を描くのは好きだけど、あいにくの曇り空でなんだか雨が降りそう。雨が降ってきたら嫌ですね。課外授業でね、外で描いてるのにね。 スケッチしやすい彫刻はどれかなああ、わかるな。私もね、スケッチあんまり得意じゃないんで、できるだけ簡単なものをね、モチーフにして書きたいなと思います。複雑なやつはね、できるだけ手を出したくないという気持ちよくわかります。ねえ、知ってる何なんだろう、うん何の話 あそこにある西尾美術館って幽霊が出るらしいよおお。幽霊が出る美術館とかってね、そんな噂立てられたくないですね。美術館からしたらね。ええー、なんか昔、絵を展示してある様子を描いた絵があったらしいんだけど、まあ、この辺都市伝説っぽいですね。らしいが多いというね。<laughs> なんかとからしいが多い。都市伝説っぽい。 その中に書かれている子供が勝手に動いたんだって。ああ、これってあのよくある学校の教室、特に音楽室とかに飾られてる、あの、ね、昔の音楽家の絵が、目が動くとかそういう話そういう類の話で、そういう噂のせいで今は誰も美術館に来ないらしいよ。わあ、美術館のオーナー悲しい、それ <laughs>。 人の来ない美術館、寂しいですね。やめてよ、もう。トイレ行きたくなっちゃったじゃん。あ、この主人公は怖い話に弱いみたいですね。さあ、トイレ行きたくなっちゃった。どうしよう。トイレなら、今日は、ミシ美術館のを使わせてもらいなさい。ええー、なんと。幽霊が出ると噂の美術館のトイレに行かなくちゃいけない。やっぱりね、そうだよね。ええー、怖いんだけど、怖いですね。昔の話だから、今は大丈夫だって言ってきなよ。 なかなかね、無責任な友人がね、いいですね。この,の軽いノリいいですね。友人の軽いノリ。最高です。うーって。怖がりの主人公はうーってなっちまった。でも、やっぱりね、トイレは我慢できないんで行きます。こんちゃーっと。とりあえず美術館に一声かけると、うーん、返事はない。誰もいないのかなーどうなんでしょう。いるのかいないのか。トイレはどこだろう。 おお、でかいが、でかい絵じゃない。でかい彫刻が今ありましたね。びっくりしちゃった。あそこかなさあ、トイレに行こう。怖いところは早く、用事を済まして早く出ましょう。あ、ここは倉庫か。なんだ、トイレじゃなかったよ。あれ、何かしら。雲の巣がかかった絵。おー蜘雲の巣がかかった絵じゃ、随分と古い絵なのかな。倉庫と。はい、ここでヒントをきましたね。画面上部のアイコン。 えー、マガ玉は使用してヒントを見ることができる。動画再生でマガ玉を1個取得。うん、マガ玉とヒントね。そして動画再生でマガ玉。アイテムを使うカバン。組み合わせる。組み合わせることもできるんだ。で、ファイルと。まず、設定ですね。はい、えー。画面をスワイプで見渡す。ああ、なるほどね。スワイプで見れるんだ。様々な場所に脱出の手がかりとなるものが散りばめられています。気になるところはタップして探索しましょうと。はい。わかりました。 まずは絵をタップしてみようかな。うん。プレイルームって書いてるのかな英語で。蜘蛛の巣がすごくてよく見えない。いやー、これ相当蜘蛛の巣。蜘 <laughs> 蛛はこの絵の子大好きなのかなえーっと、何か探せばいいのかなおこうやってね、見渡すことができるんですね。なんかアイテムありますね。これ、椅子ね、椅子これは畑ゲット。畑ゲット。んで、これアイテムが、あここに、畑と。 埃や蜘蛛の層を払う掃除ああ、もう完璧にわかりましたね。はい。あの絵を叩けばいいのね。でも他にもなんかあるっぽいね。イーゼル。これはお、何か入ってそうですね。こちら。開けてみよう。パカッ。錆びついて開かない。開きませんね。残念ですね。てっきり開くパターンかと思いましたが。開かない方向でしたか。いいっすね。はい。これなんかシミみたいなのついてるけど。なんでもない。さあ、ドアから出よう。 えー、絵が気になるわ。もっとよく見たい。うん。怖さはどこに行ったんだ幽霊の怖さは忘れてしまったようですね。あの絵が気になってしょうがない主人公。タイトル、不機嫌なマリモ。<laughs> シュールですね。不機嫌なマリモ。これは、カビ臭い。触らないでおこう。こっちは、鋭角な壁。うん。やっぱりシュールだな。ここの美術館の作品は。えっ、ー、と、このタイトルは、蛇の輪。蛇の輪か。うん、やっぱり、 うん。やっぱりなかなかシュールなものが揃った美術館ですね。はい。んで、こっちは絵ですね。えー、誇送された絵がたくさんある。放送された絵か。おわなんか手あるぞ。手がある、手がある。びっくりした。彫刻よね。めちゃくちゃリアルですね。彫刻って言うと大体ね、白いね、彫刻をイメージしますけど、めちゃめちゃリアル。なんか肌色ですよ。めちゃめちゃリアル。怖い。え、台車。 他には特にはは特なないのかな何がおっんだこの段ボールすごい厳重に風がしてある段ボール何だろうガムテープでぐるぐる巻きあダメだ特に取れないんだアイテムが必要か今はちょっとアイテム持ってないですねまずはじゃあこれでくぼうわーびっくりした何今の何今のは一体本当に今のは一体何子供 子供、子供って人の顔だった。子供っぽい感じだったけど。びっくりしたわ。とりあえず畑使おうか。いやーびっくりしたなぁ。雲の数がすごくてよく見えない。んで、畑、畑使えばいいでしょ畑、使う。はい。おいったいったいった。絵が出てきたぞ。えー、この絵のタイトルはプレイルーム。おなんだ時空が歪んだ。なになにプレイルームになったぞ。お なんか転送されたみたいな。ここはどこだここはなんかさっき言った場所と違うね。うわあ、さっ、なんか俺、あのさっきドアップになった人じゃない子供じゃないやっぱり子供だ。何者誰本当だよ。誰君は誰家を指差してる。んこれはあれはさっきまで私がいた場所。何あ。あ。<laughs> まさに、あ。消えちゃった。破かれちゃったね。消えちゃったよ。 なんだ君がやったの消えた。え消えちゃったんだけど。どういうこと一体何なの何なの何かしら何かある。何かしらファイル、子供のメモを手に入れた。ファイルかファイルはここだな。子供のメモ。ここはとても寂しい。誰も僕と遊んでくれない。そう。 倉庫の絵の向こうには人がいっぱい一緒に遊んでくれる人を探そう。見つけたらここへ連れてきてずっと遊べるように倉庫の絵を隠すんだ。や倉庫の絵があったらまた一人になっちゃう。見つからないようにバラバラにして隠しちゃえ。ずっと一緒に遊ぶんだ。おっとー、倉庫の絵か。倉庫の絵からこのプレイーレームでどこに飛ばされたんだな。で、えー、絵は隠されちゃったから元に戻れない的な話か、やっぱり。 そうこがない。そうこがない。ない。ということで、戻れなくなっちゃったってことか。現実世界に戻れない。おぉ、なんだこの絵は。めちゃめちゃ、なんだ、塗りたくってある。黒い絵の具で塗り潰されている。なんだこの絵の具は。あとはなんだよ。お、絵があるね。絵があるぞ。これは貼り付けにされている人の絵。あ、入ったまた これ、絵を触ると、この絵の世界に入っていっちゃうんだ。貼り付けの絵。ここはどこもしかして私、絵の中に入ってきた入ったっぽいね。雨降ってるの絵の中なんだけど。あれって貼り付けにされてるおお、なんか、なんだろう、ケチャップ出てる感じ足から。なんかある。なんかある、これ。古びたハガキ。なんでこんなとこにハガキ落ちてんの びたはがき愛する娘お手紙ありがとうこちらは元気でやっています早いものであなたが家を出てから3年が経ちましたもう3年も経ちとあなたが売れない画家の彼と結婚したいと言ったとき強く反対しましたが貧しいながらも楽しく過ごしているみたいですねあなたが幸せなら私たちはもう何も言いませんあなたの息子の誕生日に家族で遊びにいらっしゃい あなたの息子が大好きな人形をプレゼントしたいの待っています。うん、まあストーリーからいくと、さっき言った子供はこのあなたの息子かなかなそんな感じしますね。うん。はい。古びた手紙。あとないね。おお、おお、なんか貼り付けにされてね。キリストみたいですね。 絵の中だもんねこの人大丈夫だよねおい <laughs> だからドア,アップやめなさい <laughs> びっくりするからまあいたずらっ子だなあ,あいつあとは絵が動,動かせるね反応がないやっぱりここは絵の中なのかしらお馬馬大馬さんいる立派な馬触っても動かないやっぱり絵の中をプブラシ アイテムワイヤーブラシを手に入れた。おお、何に使うんだろう、ワイヤーブラシ。これ、あれか、馬に使うのかもしかして。馬に使う。ああダメだね。変わんないね。うーんと、あとは、この石はおなんか書いてるぞ。なんだこれ。模様。何か転写できるものあー、転写できる。これでいいかスケッチブックでいけるかなあ、いけた、いけた、いけた。なんだこれは。十字架十字架を横にしてなんか、 目のマークみたいな。ねえ、なんか目、なんだ目のマークというか、なんだこれは。何かで使うんでしょう。岩に彫られた模様をスケッチブックに転写したもの。何かに使うんだろうね。うーんと、この絵に入っちゃうない前に、こっちのアイテム見に気になると、なんだこれは。死刑囚リストと書いてある。死刑囚なのか、あの貼り付けにされてる人たちは。これは、油の入った瓶。油の入った瓶ね。はい。 これ。油が入ってる。うん。ワイヤーブラシ。なるほど。こんおお、こっち向かないで。びっくりするなびっくりするじゃん。でも反応がないのに、なんで動いたなんでこっち、あ、なんだこれ。わあ、なんだこれは。薄そうな場所だ、ここは。鍵のかかった箱。鍵は持ってないぞ。この鍵開けたいね。鍵開けたいね。さすがにもう何もないか。処刑場なのか、ここは。 とりあえず戻っていいかな大体取った気はするぞ。ほい。プレールーも入ります。はい。はい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 。わあ、なんかケチャップ出てんだけど。大量に。やっぱり絵を見ることで絵の中に入れるのね。倉庫の絵を見つければ元の世界に戻れるかも。とにかく倉庫の絵を探せなきゃって結構早い感じでトリップ流れていきました。はい。えー、っと、お、人形があるぞ。 君の悪い人形だわって。これ、あれじゃないはがきに書いてあった。子供が好きな人形のことかな。あっと、ここまた違う絵だね。ワンちゃんの絵だぞ。かわいい犬の絵。また入ってった。さてと、犬の絵の中に入ったぞ。犬の絵。外に出れないなんだ鍵が錆びついていて開かない。鍵が錆びついていて開かない。 サビ落としに使える。これかほい。どうだサビ取れた。よし、よし、よし、いいぞ。サビ取れてど、うわ、<laughs> ちょっと待てへ。<laughs> なんだ、今の。びっくりすんな。びっくりびっくり。それだけ窓から光が差し込んでるよし、窓から逃げよう。出れないのか。なんだよ。びっくりするだけかい。びっくりしただけか。なんてこったお、なんかあるぞ。 これは布切れ。布切れね。おいおい、なんか布取った後にぶっそうなものが。骸骨えー、灰入れの中には頭蓋骨以外の骨も入ってる。誰の骨だよ、もう。このストーブはえぇ、ー、体燃やしてたそんなバカな。おいおいおい、びっくりさせるんじゃないよ。なんで携帯番号知ってんのあんた。子供がさあ なんだか怖いね。全くもう。取れるものはないね。取れるものはないね。はい。ドアしてよう。ん出れないえー、鍵がかかってるか、出れないのか。なんか本があるぞ。画家の手記。ファイルだ、ファイル。どれどれ画家の手記。えー、最愛の息子が病気のため4歳の若さでこの世を去った悲しみで胸が張り裂けそうだ。今からでも息子のために何かしてあげたい。そうだ。 あの子のために絵を描こう。息子はちっとも売れない私の絵を好きだと言ってくれていた。天国でも楽しく遊べるようにという祈りを込めてプレールームというタイトルにしよう。プレールーム、子どもの遊び場だ。ああ、なるほど。息子さん4歳ってことはあの男の子は4歳ですでに亡くなってるってことなのかな。でタイトルプレールームと。でも絵の中に ね男の子は何だろうなその、魂が残っちゃったってことかな遊び相手を探してるってこと、ね、ええええなんかあるぞ白紙のメモ用紙。取れるわけじゃない。ろうそくあるけどのついてないろうそく。取れないね。これはコップ。取れない。机。椅子を椅子、なか机か。特に取れるものではない。 お,ーお、ワンちゃんいたぞこれはワイン。え、まさか、ワンちゃんがワインを晩酌にそんなバカな。ワンちゃんだ。寝てる。動かない。大きな犬。寝てるうわー、びっくりした。<laughs> うわ、目が怖いんですけどね。真っ黒だから。目が怖い。怖い、怖い、怖い、怖い。えー、だと、ここここなんだ、これは。あ、何かあるぞ。ん レッド、レッド、レッド、赤、赤、赤、ということグリーン、グリーン、グリーン、おこれは、お、ブルーになった。えパープル、なんだこれイエロー、ブラック、グレー、あ、随分色あるぞ。ホワイト、レッド、えめちゃくちゃ色いっぱいあるんですけど、何かヒントがないといけないね。なんだこれ とりあえず、色はこのままにしとこう。何かね、ヒントがあれば、この色で、色を合わせてこの箱が開くんじゃないのこれって。ねこのい、これは開かない。えっ、ー、と、だと、だいたい取れるもの取ったっぽいんで、使えるものあるこの部屋に使えるものってなんか、ないよね。えっ、ー、と、戻るか。戻りましょう。プレイルームに戻ろう。はいと。んで、プレイルーム戻ってきました。 あとなんだこれは黒い絵の具で塗りつぶされている絵があるぞ。黒い絵の具で塗りつぶされている絵。あれなんか人形後ろ向いてる増えた。増えたああ、なんかうわ、増えてる。増えてる。めっちゃ増えてる。なんで増えてる犬の絵でしょ貼り付け。やっぱこれか。これだ。 黒い絵の具で塗りつぶされている。塗りつぶされている。うーんとこれか布切れ。これでどうだ乾いた布だと全然取れないわか。んじゃあ、ここでか油と組み合わせるか油と布。これでいいんじゃない組み合わせる。 油やしてきたた油を染み込ませた布これ使うんでしょう,多分うわちょっとびっくりした今のビジュアルは良くないな今のビジュアルはちょっと怖いという気持ち悪いよ <laughs> そりゃないよあ映画撮れたお肖像画かな女性がいるんだけど目力がすごいですねすごいギュッと睨んでる感じがしますよ目をカッと見開いてる感じ入れるお入るぞうわ 入り方。入り方。入り方よ。ええ、肖像が中に入ったぞ。なんかいろいろありますね。絵が乾いてない筆。取れるわけじゃない。何かアイテムないかな。キャンパスは白紙。お、絵の具取れそうパズルみたい。元の模様がわからない。パズル。油絵の道具。取れるものはないのかな うーん、なるほど。パズル。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。これさ、なんかこの目みたいなやつってこれじゃないこれっぽいよ。ほい、やっぱり。まあ、このくぼみに転写した絵がぴったりよし。で、あ、来た来た、パズルか。ええー、パズルをここでパズルを組み立てることになるとは。うーんと、こうだな。 こうでいいのかよ,しよ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 し待ってこれこれえっ、ー、とね映画ねこうだなこうだよでうんでうんでねこれがこれが多分ここだよはいあ違った <laughs> 違うなあれんどういうことこうかあ違ううんちょっと待ってなんだこれおやあ待ってこれ間違ってんじゃん これ間違ってから、ここ合ってるでしょ今はめてるの合ってて、こうだ。こうだ、こうだ。はいはいはい。んで、違う。こうだね。こうこうこう。はいちょチュチュちょチュチい、こうでしょんで、んで、角、あ、これがあっちゃう。ちょっと待って。こうでしょこれこうだな。おーしおーし、きた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 。んで、 だと、これは、これ、ここか。よし、あと2つ。んで、これが、ここ。はい、はい、はい。こっち、これで、完成 !OK! なんだなんか出たぞ。えー、倉庫への断片に、お、やったやった倉庫の絵の、倉庫の絵のかけらだ。よしよしよし、いいんじゃない一部か。二ってことは、1もあるんだな。 二つ二つ三つどれぐらい使うんだろうね。わかりませんが。よーし、見つけたぞ。やったね。後ろでなんか音がしたとか言ってたな。何怖いですね。何かないですか何にもない。うわぁ、怖い。怖い。覗いてる。誰あなた。誰本当だよ。誰おいおいは消えたよ。いや、怖いね。覗かれると。なんか落ちてるぞ。 鍵、あ、この鍵はもしかして、あれじゃないか赤いシミこれはケチャップおー <laughs> ちょいちょい来るね。この踊るかし方ね。慣れないね。あ、絵の人だ。めっちゃ目見開いてるんですけど。羽毛かしら。そこ気にするポイント。綺麗な人。私のこと見えてないのかしら。自然がね、泳いでんだよね。羽毛かどうかわかんない。高そうなドレス。 むしろねえはどうだうーん、特に何か、何か、何かってものはないもんね。うーん。戻ろうか。おお、こっち見た。<laughs> 最後の最後のこっち見た。ティーカップ、休憩しようかなお休憩しますかんじゃあね。はい。じゃあせっかくなんでね。ということでね、今回の えー、こちらのプレイルームの配信はここまでにしましょうか。ここで休憩取りましょう。はい。ということで、えー、またね、続きやっていきたいと思いますので、また次回の配信をお楽しみにさて、脱出できるんでしょうか。<laughs> はい、ではまたね、次回もお楽しみに。バイバイ。